4月6日は開発と平和のためのスポーツの国際デーですビファレン長崎は日本ユニセフ協会様と一緒に長崎のこの地からですね平和の尊さを発信し続けていきたいと思ってます平和は抗議の意味だけでなくサッカーに触れた人々が少しでも心の安らぎを感じるような平和を発信できればと思ってます